ポーランドとリトアニアのヘトマン一覧は、ポーランド王国とリトアニア大公国、そして1569年に成立した両者の連合体であるポーランド・リトアニア共和国において、国王に次ぐ最高軍司令官の職である。ヘトマンの称号は1505年にポーランド王国で創設された。ヘトマンの称号は1581年までは戦時のみ軍司令官に与えられていたが、 その後は、終身の称号となった。1585年以後、ヘトマンの称号はそれを帯びているものの国家、反逆行為が証明されない限り、剥奪されないことが取り決められた。16世紀末より、王官僚とリトアニア大公国には二人のヘトマンが置かれていた。王ヘトマンと野戦ヘトマンである。他国での大元帥と元帥に近い概念で、 しばしばそのように翻訳や説明がなされる。つまりエトマンには、王官僚台へ、トマン、王官僚野戦へ、トマン、リトアニア台へ、トマン、リトアニア野戦へ、トマンの4つのポストが存在した。王官僚とリトアニア大公国の両軍で共同の軍事作戦を実行するときは、大抵王官僚台へ、トマンが最高司令官であるとされた。王ヘトマンは、通常、戦時は、 常備軍と召集軍を統率し、平常時は首都に泊まって国政に関与し、軍隊の利益を守り、遠征の計画を練る。ポーランドの王官僚や千トマンは、王官僚大へマンの部下であり、王トマンと同じ戦場にいる時は、傭兵軍と砲兵隊を統率する。平常時は大抵共和国南東部の国境地帯に、駐在し、地元の軍勢を率いて、工場的に続く。 オスマン帝国及びその属国との小競り合いや国境審判に対処している。こうした仕事はヘトマンの称号が導入される前に存在していた国境守備隊の司令官の職務を引き継いだものである。リトアニアや戦ヘトマンはかつて宮廷の司令官と呼ばれていた職の後ろ身で、この司令官職はリトアニア大公のこの衛兵の司令官であった。他方、リトアニアには 国家の司令官が存在して、紙兵軍を統率していた。しかし、両者の区別は失われていき、前者は野戦へ、トマン、後者はオーヘトマン解消された。ポーランドの場合と違い、リトアニア野戦へ、トマンは、リトアニア全軍の全面的な指揮権を持ち、リトアニア大へ、トマンに従属する存在ではない。プシェットヘットマンはチパスプルイチッチ。 ヘッドマニーコロンニーポットリガックスやミロスロイ、ナギルスキー語、ワルシャワ2005、S391 から392。ありがとうございます。